明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ咲いシナの地へ、行く先々で思い出すのはあなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を帰ってくれると思いたいのです。さよならはいつまでたってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどの暑さ2号で、私はあなたから旅立ちます。私はあなたから旅立ちます。